おはようございます。2012年7月21日土曜日、6時5分どころか6時57分になりました。ていうかもうすぐ8分かな。今朝は6時5分にいつも通りやろうとしてたんですけれども、パソコンのトラブルというかですね、設定がいつの間にか変わっていて、マイクをですね、一番もうデバイスのプロパティのところで完全にミュートをしていて、なぜそんな設定になってたのかちょっと理解に苦しむんですけども、音声を完全に、音声というかマイクのだけをですね、ミュート状態になってて、で朝は全然音が出ず焦りまくってまして、ちょっと無理ねってやってたんですけども、さっきですね、いろいろ調べてると分かりました。一番ベースのところでマイクをミュートにして、だから内蔵マイクも外付けというかジャックで挿すマイクもですね、全然こう聞こえなかったのはデバイスのプロパティのところでミュートになってた。なぜそんなことになってたのかね。まあそれはさておき、気を取り直して IT メディアニュースから、今日も見ていきたいと思います。今日ピックアップするのはこちら、財務省の PC123 台がウイルス感染、情報流出の可能性も。これは財務省がですね、ついに、財務省の職員が使っているパソコン、約2000台のうち123台がウイルス感染してたと。まあ、いわゆるトロイの木馬っていうスタイルのもので、内部の情報、まあ、パソコンに入っているファイルとかね、そういうものをどうやら外に、転送するような、トロイの木馬が入ってたということで、で今回システムをなんか入れ替えるかなんかで、で民間の業者に委託して一通りウイルスチェック等をしてもらったところ出てきたということなんですね。でどうやら22年の1月から昨年の11月にかけて、いや昔の話ですが、あっちゃこっちゃにどうも情報が流れてた可能性があるということで、まだ詳細はですね、いろいろ財務省なんであんまり細かいことはまだ公開できないということで、情報が公開されてないみたいなんですけども、ただこれはね、もう論外でしょうというか、そのちゃんとこのウイルス対策とかやっといてよっていう感じですけどね。そのとか、まあ多分ね、この場合はウイルス対策というよりもトロイの木馬なんで、メール添付とか、まあ多分メール添付が多いとは思うんですけども、それで来たよくわからないファイルを開いちゃったことによって感染したという可能性が非常に高いですね。で平成22年1月からっていうことなんで、まあ前に揉めましたよね。経産省の方で原子力関係の、経産省というか原子力関係のその機関で、トロイの木馬にかかって、ウイルスに感染して、外部に情報、国会議員のリストとかそんなのが流れてたとかいう話がありましたけども、その時にじゃあなぜ他の省庁をチェックしてないのと。で、ということはですね、これもっと違う言い方をすると、他の省庁も全然チェックをしてない可能性があって、別にたまたま今回財務省で見つかりましたけども、じゃあそれ以外の省庁ですね、農水省だとか、あるいは国交省だとか、厚生労働省だとか、まあいろんなところありますけども、その省庁とか、いろんな政府系の機関ですね、そういったところで徹底的に今これウイルスチェックしとかないとまずいんじゃねっていう感じですよね。要は一箇所どっかでそういうのが起きれば全体で全部チェックしなきゃいけないはずなのに、やってなかったっていうことがこれでわかるわけですよね。ということは他のところも、いやうちはやってるから大丈夫みたいな鷹をくくってると、実はえらいことになってたりすると。で例えばよくあるパターンとですね、これ一般の人でもそうなんですけど、企業なんかでもそうなんですけど、いやウイルス対策のソフト入れてるから大丈夫よって言ってるんですけど、実はですね
それのデータのアップデートですね、ウイルス対策ソフトのアップデートとかを全然してなかったりとかですね、Windows、まあ、Windows 使ってるんだったら Windows そのものの、Windows アップデートですよねとか、まあ、Office ソフトを使ってる、 Word とか Excel 使ってるところが圧倒的に多いと思うん で、そういったところの、Office ソフトのそのアップデートですよね、セキュリティの脆弱性に対する対策、いやセキュリティ対策のそういうアップデートとかを全然やってなかったりとかすることがあるんですよ。それによって感染してると。だからその入れてるから大丈夫ではなくて、ちゃんと運用してないと良くないと。だからそのね、これは別にウイルス対策ソフトだけではなくて、その例えばリアルな世界でも、そのうちガードマンを置いてるから大丈夫って言ったって、そのガードマンが緊急の時にどういう対応するのかっていう取り決めがきっちりできて、それがその周知徹底してなければ全く意味がないわけですよね。で、特にその想定外のことが起きた時にどうするのっていうね、まあ、もう最近想定外っていう言葉があんまり安く使われてるんであれなんですけども、そういうリスクをですねちゃんと分散する方法とか、その危機管理の対応とかっていうのができていて、でそれが運用されてることが大事なんであって、その仕組みができてるから OK ではなくて、運用することに重点が置かないといけないんですね。それをどうもなんか今回のもこれは間違ってるんじゃないかなと。ちょっとこういうなんでね、本当はその、日本の省庁がこういうのになる とその国の体質とか海外から見た時に、なんや日本ってあかんやんみたいなのが見えてくるのが本当に問題なので、こういうのはね、その一つの省庁だけじゃなくて全体でどうするのかっていうのをしっかりと考えていかないと、これからもコンピューター抜きでね仕事なんかできないので、ぜひこうしっかりと考えていただきたいなと思う次第です。そんなこんなで、今日はですね、ちょっとそのマイク設定のトラブルというか、なぜそんな設定になってたのか私も全然今理由が思いつかないんですけど、まあとりあえず復旧したので、こんな時間になりましたが、今7時5分ですね、ちょうど1時間遅れで配信をしたということです。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。